俺の看板 AWF。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、とある詩を修正さなんで見ていこうと思います。それでやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがバトルパス解放です。見ていきましょう。まあ、お宝にありましたバトルパスの解放の方ですね。こんな感じで、優勝金券じゃなくても購入できるっていう風に戻ってます。前までの表示はこちらですね。まあ、こんな感じで優勝だったのが無償に戻ってます。まあ、ちなみに、その今回ですね、変わったのが、まあ、あれなんですよね。贈呈の方ですね。贈呈の方に関しては、使用ですね。そのままっていう風になっておりますので、まあ、贈呈はできないよと。まあ、2アカウント以上で、まあ、ループすることは、ま、できないっていう風になってますので、まあ、そのあたりを皆さん覚えておくといいと思います。まあ、2アカウントループがそもそも、まあ、できたことが、まあ、抜け道だったんで、そっちが修正されるのはね、まあ、しゃあないっちゃしゃあないんですけれど、通常購入ダメだったのはやばかったからですね。まあ、できるようになったっていう具合なんで、覚えておくといいと思います。